はいどうも花見です。じゃあドキドキサバイバル海辺のシークレット水木はじめると続きやっていきます。炊事場でね、なんか跡部恵子となんかわちゃわちゃしてたんで行きましょう。これあれ、まあ跡部ルート前回やったんで全く一緒だと思いますけど見ましょうかね。はい、あ、跡部さんと水木さんだ。なるほどこの二人ね、あれだもんね、なんか趣向が似てるからね。バラ風呂入ったりとか紅茶飲んだりとかさ、生まれと育ちは全然違うのにね。プライベートでは、ま、気は合わんだろうけど、そういう趣味の話はできそうな二人よ、ね、やはり問題ですよ。今のままでは実践の勘は鈍る一方です。実践の勘は鈍る。全国大会前に。あの、何の話ですか？練習方法について少しね。実践的な練習がしたいって声があちこちで出てやる。やばすぎるだろ普通に。大丈夫か、なんで榊のなんでここに選んだの？テニスコートの1個や2個絶対置いといた、置いといて彼らを遭難させとくべきやんな。実践的な練習っていうとテニスコートを使ってという意味ですよね。ま、そうなるな。危機的状況をなんか体験するためのこの合宿だけど、そんなマジオフシーズンにやっとけやって感じよな。場所は広場を使えばいいんですが、必要なものがありませんからね。必要なものというとポール、ネット、ライン引きの道具、それにフェンスといったところですね。だいぶない。今の状態じゃそいつは無理な注文だ。え、アトベはさ、テニスコート抜きで1週間合宿するつもり、なんかする気満々だったってこと？テニスコート1週間なくてもいいやみたいな、本当に思ってんの？そうですね、最低限ネットだけでもあればなんとかなるんですが。だが代用できそうなものはねえぞ。あ、ロープで代用したらどうでしょう。ネットの判定が難しいですね。うん、大事だよね。じゃあシーツを使うとか。シーツはそんなに予備はねえぞ。何もねえ島やな。ダメですか。アイデアを出してくれるのはありがたいのですが、いまいち使えませんね。お前らも考えろ。すいません、お役に立てなくて。ま、初めから期待してねえがね。いや、お前も意見を言え。お前も意見を言うんだ。アトベ、アトベな、テニスコート抜きでいいやとか思ってんの？マジでみんな思ってないよねえ。アトベさん、いや、アトベさんも案をくれや。アトベさんも、シーツはそんなに予備はねえぞじゃねえよ。マジか、テニスコート抜きで行こうと思ってんな、あの男。すっげえな、全国大会前だぞ。え、水木はじめずっと炊事場におるやん。水木はじめ一切動いてねえじゃん。水木はじめ、マジか。そして噂取りに行きたいな。え、噂ってさ、この2人からしか取れんかな、赤澤さんと裕太くんかな、そういうことかな。じゃあまあ水木行きましょうかね。噂は今日はまだ噂取らなくていいかな、取れる時に取っといて、まあ、ちょっと31とかになったらあのセーブ&ロードを繰り広げます。運が良かったらうまいこと噂取りに行けるからね。お、イベントじゃん。おいおいおい石田明、おい石田明歌ってんじゃん。え、石田石田さん、中の人の石田さん歌わないということに、絶対キャラソン出さないということに定評があるのに歌ってんじゃん。あれや、あの銀玉で言うズラップカツラップやん。なんだっけ、やるなら今しかねえずらとかやってたやん。アニメで。あれしか私は歌知らんよ。
いや歌ってんじゃん。ちょっと待って、これ着信音にすべきやない？水木さん、あ、鼻歌、珍しい。志田明さん、水木さんご機嫌ですね。ああ、まああの水木はじめっていうキャラクターはセールドルフで賛美歌をソロで歌うっていうぐらい歌に自信のあるキャラクターだから逆にキャラソンがないことにちょっと不自然やけど、本当は水木はじめは歌えるからね。水木さんは歌が好きなんですか？中の人へ、中の人とは正反対ですね。ええ、歌はいいですね。歌うのは大好きですよ。かわいい。そうですね、私も歌は好きです。水木さんって声がいいから、お、声がやっぱ感じるんやね。歌声も素敵なんでしょうね。一応2年連続でクリスマス賛美歌独唱の栄誉をいただいていますよ。賛美歌をソロってすごくない？え、すごくない？どういうイベントなんだろう。すごいな。わあ、本格的ですね。僕の父も歌が好きで、道楽とはいえ CD まで出してますから、完全に遺伝でしょうね。うおー、すげえパパ。え、てか水木2年連続ってことはない？中1からソロ任さられてんの？噛んじゃったけど。すごくない？立候補すんのかな？立候補してテストしてみたいな。あ、じゃあ水木くんにしましょうかみたいな感じかな。すごいな、パパもすごいな。道楽とはいえ CD 出すってすごいな。水木さんのお父さんって歌手なんですか？ただの道楽ですよ。本業はちゃんとあります。さくらんぼ農園かな、なんだろうね。なんか小さい頃の水木はじめがさくらんぼ農園で遊んでいるような好み先生の絵があるよね。あの頃の王子様だっけ。それでも CD まで出しちゃうんですからすごいですよ。水木さんもいつかは CD デビューですね。褒めすぎですよ。僕は歌手になろうとかは考えていませんから。ああ、そうなんだ。いや、人生どうなるか分かんないっすよ。そうなんですか、ちょっともったいないですね。やっぱ水木はじめ声がいいっていう認識なんやな。やっぱ声いいんだな。石田明さんだもんな。みんな大好きでしょ、石田明さんの声。お腹すいた、お昼だお昼。石田明さんの声嫌いって人聞いたことないよな。水木と柳さんに作ってもらったスケジュールでは今日の作業の振り分けはこうなって、ここは端折りましょうかね。スキップします。読んでないとこはこのスキップ機能はなんか止まるから、ちゃんと頭いいんでこのゲームなんで、スキップはし続けようかな。あーい、早いよ。今なんて言ってた？なんて言ってた？探索とか言ってた？え、いないじゃん。いない？おい、今噂してくれよ。今噂してくれよ。あー、どうしようかな、どうしようかな。あー、ジャッカル、あ、ジャッカルの話でも聞きに行こうかな。中澤さんと仲良くなっといてもいいけど、中澤さんでも話していく？いや、来いよ。水木はじめ来いよ。赤澤さん。おう、お前か。何か用か？いや、海似合う男やな。いや、特に用事はないんですが。じゃあちょっと海を見に行くが付き合う。おお、楽しそう。あれ、スキューバダイビングするんやっけ。海いいですね、喜んで。よし、行くか。いや、なんかかっこいいな、赤澤さんって。赤澤さん、なんかこういうところすごく頼もしく感じちゃうな。何度見ても素晴らしい海だな。素晴らしい海。あれだよね、なんか装備があったらね、酸素ボンベとかあったらしたいだろうね。あ、免許持ってんのかな、赤澤さん。赤澤さん、海が好きなんですね。ああ、大好きだ。特にこういう南の海は最高だ。スキューバがやりたくてしょうがない。ああ、やっぱやれるんだね。やっぱね、あれって免許持ってないとあの酸素って背負えないんじゃないっけ？違った？すごいな、赤澤さん。え、スキューバってスキューバダイビングのことですか？そうだ。
俺は一応これでもスキューバのライセンスを持ってるからな。言っとる言っとる、すごい、ちゃんと免許持ってる。それはすごいですね。じゃあ何度もこういう海に潜ってるんですか？それなりにな。すごい。普段は国内のダイビングスポットが多いな。普段国外もあんの？いいですね、スキューバ、私もやってみたいな。普段ってことはあるんやな、国外のすごく綺麗な海にでスキューバすること。すごっ。まずはライセンスがないとな。機材を貸してもらえないか。あー、そうなんだよね、やっぱりね。あれどんくらいの期間で取れるんだろうね。1週間とかはやっぱやらないかんのかな、沖縄とか行って。ライセンスって取るのが難しいんでしょ？いや、そんなことはないぞ。本当に？ある程度泳げるならそれほど時間もかからない。へえ。ただ、ただ何ですか？結構費用がかかる。いや、まあそうでしょう。まあ何でもライセンスってのはね、費用かかりますか。運転免許だってね、みんな持ってますから、結構30万ぐらいしますしね。船の船舶免許だってあれだって2、30万するんじゃないかな。ね、何でも免許ってのはかかります、かかります。あー、それは厳しいかも。でもそれでも取ったんだね、取りたかったんだね、赤澤さんは。だよな。だから誰にでも気軽におすすめとは言えんのだ。いくらするんだろう、スキューバの免許って。でもまあまず海のところに行かないといけないからね。まあそれもそうだよな、それだけでお金かかるよね。でも楽しそうですね。いいな、スキューバ撮りたいな。ああ、楽しいのは保証付きだ。絶対楽しいよね、スキューバ。ハワイとかさ、オーストラリアとかもし行ったとしてもさ、免許持ってるから借りられるもんね。しかしこれほど絶好のダイビングスポットを前にしてダイビングができないのは辛いな。本当だね、欲しいね、サカキ。これ聞いてんならクレさんぞ。普通に泳いでてもいろいろ楽しそうですよ。そうだな、ただ普通に泳ぐときはいろいろ気をつけろよ。こういう海には危険な動物も多いからな。へえ。ああ、そうなんですか。ああ、下手をするとサメだっているかもしれない。マジ？まあいるのかな。そうなんだ。うわ、サメは怖いですね。まあサメに襲われることはそうあることじゃないが、気をつけるに越したことはない。そうだね。あんな人食いザメとかほぼいないよな。はい。海蛇とかもいるよね。まあ向こうから襲ってくるってことは大概ないよね。向こうだって人間嫌だろうしね。向こうだって人間見たら向こうから去ってくわって感じじゃない？違うかな、海をな甘く舐めすぎかな。ね、水木いないんですけど。ね、水木いなくない？え、ね、私さっき水木いた？わかんないわかんない。え、水木いなかったよね、噂見ますけど。え、水木、え、水木探索とか言ってました？ごめん、え、2回連続いないとかあんの？赤澤さん、ね、水木いないんですけど。ね、水木いない。水木さんってルドルフのプレイングマネージャーですよね。ああ、そうだが、プレイングマネージャーってどんな仕事をするんですか？そうだな、練習のスケジュールを組んだり、試合のオーダーや戦術を決めたりするのが主な仕事だな。すごすぎる、中学生でそれやっちゃう？あ、監督ってことですか？そういうことだ。すごいな。顧問としては一応いるんだよね、先生は。もちろんだけど、もう水木に任せちゃってんだな。立会みたいなもんやな。なるほど、それでいつも水木さんがいろいろ指示を出してるんですね。まあな、もともと水木はそういうのが好きだってのもあるが。マジさ、みんな優しすぎんだよな、これ。セールドルフの人たち、水木がいろいろ言ってもさ、指示してきてもさ、みんなちゃんと言うことを聞いとるもんな、セールドルフの人って。いやー、まあ、だからセールドルフにいるんだろうけど。そういうのって何です？人を動かすことだ。水木はシナリオを書いてその通りに人を動かすのが好きみたいだな。すごい。すごい、もうなんかなんだ、学園祭の王子様であった演劇みたいな。なんかその演出家とかマジなれるよね、シナリオ。
脚本家ですか？そんな感じだ。あいつ脚本家になれるかもな。なれるよ、あいつなれるよ。そしてそんな水木をとても嫌がることもなくちゃんと認める赤澤さん、優しすぎんだろって感じよな。もうやっといるじゃんね。今までどこにいたのよ。ね、今までどこにいたのよ。え、あ、ゆうたくんが噂しとるけど、まあ探索に行かなくっちゃね。行きましょう。もう4つコマンドを消すという。水木さん探索ですか？ええ、山側の方へ少し歩いていきます。おお、え、水木どこ行くんだっけね。私も一緒にいいですか？ええ、構いませんよ。おお、じゃあ準備してくるので待っててください。準備ですか？はい、水を持っていかないと途中でバテた時に飲めないでしょ。なるほど。当たり前だ。え、持ってないのみんな、あの4つコマンド消える人たち。水絶対持っとけよ。水木さんの分も持ってきますね。お願いします。おお、お願いします。お前も取りに行け。上司に取りに行かせるな。出発ですね。あなたは毎日元気そうですね。水木のこのアングル初めて見たかもしれん。それが取り柄ですから。鬱陶しいですか？いいえ、あなたのは気になりませんよ。マジで？こんな騒がしいと水木嫌がりそうだけどね。嫌がる水木をちょっと見たくて水木やってる感あるけど。水木嫌がんねえのか、クソ。じゃあ誰のが気になるんですか？言わないと分かりませんか？誰？柳沢？いや大丈夫です。え、行って行って、教えてよ。多分赤澤さんだ。え、赤澤さん鬱陶しいと思ってんの？マジで？え、柳沢さんじゃなくて赤澤さん鬱陶しいなって思ってんの？いや面白すぎ。赤澤さんはさ、あんなに水木のこと結構認めてる感あったよ。さっきちゃんと噂してたぞ、監督とか脚本家になれるかもね、はっはっはみたいな。ちゃんと水木のこと言っとったのに。鬱陶しがんなよ。そういえばあなたは風邪をひかない方ですか？え、いきなり風邪？はい、引かないですよ。実はそこそこ引く。ひどいのは引かない。え、辻本引かないだろ。いつだって元気だろ。みんながインフルエンザかかってても絶対引かない女だよ。たくましいんだよ。引かないっす。はい、引かないですよ。健康そのものです。なら良かったです。普段と違う環境ですから注意しないといけないことに変わりませんけどね。ああそうね、本当に。いやでもそれみんなに言えるから。わかりました、水木さんも注意してくださいね。いや本当だよ、一番ストレス抱えてんじゃない？そうですね。いや結構ストレスでしょ、普段あるものがなかったりとかさ、お風呂入れなかったりとか。嫌だと思うけどな。そういえば水木さんは寮生活なんですよね？そうですよ。やっぱり寮は楽しいですか？そうですね、楽しいところはありますが、プライベートまで踏み込まれるのは嫌ですね。あ、デリカシーのない人は困ります。各部屋一人一部屋なんだよね。二部屋？相部屋かな。一人一部屋だったらすごいよね。笑い事ではないんですけどね。あなたは寮生活に憧れますか？マジで嫌いじゃん。デリカシーのない人間。寮生活憧れる、断固拒否。わかりません。憧れる。いやでも辻本みんなでワイワイするの楽しそうだからな。断固拒否ではなさそう。辻本別にそのプライバシーに侵されること嫌いではなさそうだけどね。憧れとくか、一応憧れます。毎日友達の家に泊まりに行く感覚なのかなって思うと楽しそうです。いやまあそれとはちょっとちゃうけどな、多分。知らんけど。あなたなら楽しい寮生活を送れると思いますよ。でもそうだね、辻本みたいな子は寮を向いとるよ。本当ですか？ただ自分のことは自分でしないといけなくなりますからね。
そこら辺が面倒ならおすすめできません。あ、お洗濯とかもね。まあそりゃそうやな。そうですね。お、上がった。よかった。ちょっと正解。お、半分くらいは来たと思うんですが、疲れませんか？え、どこ向かってんの？疲れた。まだ大丈夫。よくわからない。よくわからないって何？まだ大丈夫。疲れた。疲れたって言っとく？まだ大丈夫いいけど、なんか自分の体調がちゃんと分かってる女子すごいぞみたいな感じに疲れた。そうですね、少し疲れました。では少し休憩しましょう。おお、立ち止まった。今のうちに水分補給をするといいですよ。おお、はい、水木さんもどうぞ。ありがとうございます。え、な、2本ペットボトル2本とか持ってんの？辻元が。いや、いや各自持っとけや。え、上がんない？休憩も終わりましたし、そろそろ行きましょうか。はい。あなたは跡部くんに海側に振り分けられましたが、それで良かったんですか？上がんねえのかい。休憩すると上がんねえのかい。え、跡部くんに、はい、跡部くんに振り分けられましたけど。え、今からでも山の方がいいなら変えてもらってもいいんですよ。なんでそんなこと言うの？海めっちゃ楽しいわ。私役に立ってませんか？足手まといですか？それならこれから挽回しますよ。辻元。あ、そういう意味じゃありません。ただあなたの意思を聞いてなかったなと思い出したんです。あー、まあ確かにさ、この君たちはテニスプレイヤーたちはどっちがいいかって選べたけど、辻元たちは振り分けられちゃったもんね。確かにね。っていうかもう小日向と一緒にしてって感じだけど。なるほど、海側が最初から良かったです。海側に来て良かったです。水木さんと一緒ならどちらでも。どうするどうする。水木さん直球だな。海側が最初から良かったです。海側に来て良かった。いえーさあ。どうする。海側に来て良かったですって結構いい答えかなって思うんだけど、こんな水木、いきなり水木さん、いやでも面白そうじゃない？水木さんと一緒なら、水木さんと一緒ならどちらでも、そうですね、水木さんと一緒ならどちらでも良かったですよ。この女。なかなか面白い切り返しですね。え、何、ギャグだと思ってんの？そうですか、本気なんですか？いつか本音が聞いてみたくなりました。え、あの本気ですけど、あのギャグだと思ってます。あはは、今のが本音ですよ。ギャグじゃないですよ。そういうことにしてあげましょう。おい。おい、本音やで。ちょっと上がった。そろそろ目的地ですよね。え、何目的地、どこ？そうですね、僕たちの歩行速度と歩いてきた距離ならこの辺りですが。最初から決まってたの？何も見当たらないですよね。ええ、これ以上進んでも時間内に帰れなくなる可能性もありますね。え、何、どっかに向かってたの？もう少しだけ進んでみませんか？そうですね、手ぶらで帰りたくありませんし。うん、はい、頑張りましょう。あなたの元気は伝染しますね。面白いです。え、かわいいかわいいかわいい。え、そうですか？ええ、僕には真似できないのですごいと思いますよ。いや、めちゃくちゃいいな。なんだこの二人、お似合いだな。そんなに言われると照れますよ。いいね、かわいいかわいい。おー、ホケキョ、ホケキョ。え、ホケキョ、こんな時期に鳴く？夏でしょ。綺麗な鳴き声ですね。何の鳥かわかりますか？え、ウグイス、コマドリ、ウミネコ、ウグイス。え、ウグイスってこんな時期に鳴く？今7月末でしょ。え、でもウグイスの鳴き声しか知らんよ私。ウグイスですね。さすがに簡単すぎましたか？いやー、なんで鳴く？そうですね、有名ですし。うちの部長は間違えましたよ。マジ？マジ？鬱陶しい赤澤部長、マジ？
泣くんだ。泣くんかな。あそこに何か見えませんか。おお、なんだなんだ。そうですね、行ってみましょう。はい。何？おや、この木になっているのはもしかするとマンゴー。マンゴーですよ、それ。あっちにもこっちにもたくさんなってますね。やはりそうでしたか。さてどうしましょうか。おい、ビニールとかなんか袋カバンにとりあえず詰めてこうぜ。え、取って帰らないんですか。野生のマンゴーかもしれませんからね。え、ダメなの野生のマンゴー。え、これって野生なんですか。昔誰かが植えたのが野生化したものじゃなくて。その可能性もあります。残念ながら見ただけでは僕には判別できませんので。ダメなの、持って帰ったらダメ。純粋な野生種だと何か問題があるんですか。ねえ、マンゴーはウルシ科の植物ですからね。ほう。野生のものはウルシかぶれを起こす例もあるそうです。え、食べるとってこと。もぎ取るときにってこと。そうなんですか。美味しそうなのに。そうなの。まあ食べてみればわかることなんですが。お、誰かに食べさせようぜ誰かに食べさせようぜ。ここは一人犠牲になってもらって。私挑戦します。うっそ、辻本辻本何でも口に含みすぎだって辻本、アトベの毒を吸い取ることもするし。ちょ待って、辻本。え、およしなさい、かぶれたら大変なことに。およしなさい。いただきます。あ、ダメですよめっちゃかじったな。ちゃんと皮取ってやろうな。うん、甘いです。大丈夫ですか。かぶれるってそんなすぐにかぶれる。ちょっと時差あることない。はい、なんともありませんよ。すげえ、命張った辻本。まったく無茶をしますね、あなたは辻本やんちゃがすぎるだろ。こんなにたくさんなってるのに食べられないともったいないじゃないですか。辻本、そんなみんなのお腹を満たすためなら命を張るこれだけあればみんなもいっぱい食べられますし。確かにそうですが、何もあなたが実験台になる必要はありませんよ。でも誰かは実験台にならないといけないのはあるよね。私だったら何かあっても皆さんの戦力ダウンにはなりませんから。うわー、辻本生かす女だぜ、マジでかっこいい。何を言ってるんですか。あなたは僕たちの仲間なんですよ。ヒュー、今度そんな無茶をしたら本気で怒りますよ。うわうわ、ミズキ、ミズキごめんなちゃい、すいませんすいません、そんな怒るとは思ってなくて。とはいえあなたのおかげで食料調達に使える場所が一つ増えました。礼を言いますよ。いえいえ、怒らないでごめんね、ごめんなちゃい。あ、はい、ここなら合宿所からそう遠くないですしね。今日とりあえずもぎ取って帰ろうね。ええ、ビタミンの補給には最適でしょう。ではそろそろ帰りましょうか。ちょっとビニール袋とかなんか袋持ってこう、持ってない今はい。な、何、ヘビか。ん、どうしたんですか水木さん。動かないでください。何、一体どうして。驚かないように。はい、急に動いては危険です。はい、一体何が。あなたの足元に、え、マムシがいます。やばい、マムシはやばいって。え、動いてはいけません。はいはい、刺激したら噛まれますよ。やばすぎる、マムシマムシ。はい、こちらで音を立てて注意をそらします。もともとマムシは臆病な生き物です。はい、離れた場所から警告すれば逃げていくはずです。すごい知識だ。はい、おら、おお、なんとか逃げてくれたようです。水木すげー、水木すげー、水木の対処すごー。いや怖いよ、マムシ足元におったらめっちゃ怖い。マムシって死ぬっけ噛まれたら。マジなんかそんぐらいのレベルだよね、マムシの毒量って。大丈夫ですか。
噛まれてはいないはずですが。そうやな、アトベの山かがしとはちゃうもんな。マムシはレベルちゃうで。山かがしもあんな健全なアトベがダウンするほどだったけど。すいません、ほっとしたら力が抜けちゃって。ヘビは苦手ですか？そうでもないんですが、さすがに毒ヘビは。立てますか？うわー、もう腰抜けるよね。もうちょっと待ってください。仕方ありませんね。いやもう怖い怖い、マムシは怖い。おい起こす無理やりもうちょっと待ってくれてもええやん。あ、さ、しっかり捕まって。いいだろ、待ってくれるぐらい、5分ぐらい。あのどうしたんです？あ、いえ、ありがとうございます。まだ力が入らないようですね。ではしばらくこのまま歩きましょう。5分待っといた方が早いと思うけどはい、よっしゃバラゾノ水木いや面白いな水木はじめ、やっぱ対処法が強いよね。あ、忘れるとこだった、ミーティングの時間だ、食堂に行かないと。はい、ということで、あ、でも待って、ということでって言っちゃったけど、ミーティングだけはしょって成分とこまでは行こうかね。もう30分超えてるからと思ったけど、行きましょうか。スキップしよう。マンゴー見つけたね。辻元が命張ったってことをちょっと水木言ってほしい、みんなに命張ったんですこの女子が。あー、あれか、あのコートね、テニスコートの網のことかな。うん、テニスコートのことね。はーいいや、辻元が命張ったこと、ちょっと水木全員に言ってほしかったな。うるしかでかぶれる可能性があるっていうのに、命張ってかぶりついたことを全員に言ってほしかったな。もうみんなもう大尊敬よ、辻元のこと。はい、ということで、ちょっと長くなったけど、今日はこれで終わりたいと思います。では次回やっていきたいんだけど、今パラッと見たら水木はじめまたいないんですが。マジかよ、あいつおらんすぎるやろ。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。